初めてのメンバーです。ね、今日は広島の人が免許を取ったら必ず行くところということで山口県岩国市に来てます。で、はい、そこの百合谷水辺公園、はい、これね広島の人が免許取ったら絶対来る場所、絶対来る場所なんですよね。初めて来ました。はい、初めましてです。初めましてです、本当に。ね、いやなんでここに来たかというと、本当はレンタルボート借りてね、はい、八坂ダムをなんか散策しようじゃないかっていう企画だったんですけど、水位が低いため今日やってないみたいです。というわけでこの公園に来ました。ね、はい、初めてですよ。初めて、めっちゃ綺麗です、ね、桜がねもうだんだん散ってるけど、じゃあちょっと下に行ってみましょう。はい、めっちゃ広いね。ですね、なんかいろいろ近くありましたよね、公園。ああね、たくさんあったね。駐車場もたくさんあるし、いいですね、なんかね、デートで来やすい環境じゃない。確かに、間違いないです。うーわ、わ、なにこれ。なんか運があるのかないのか。ないのか。これは確かにボート持ってっても、でもあの辺あの石垣あるじゃん、あの、はい、あの辺にちょっとブラックバスは集まりそうじゃね。ブラックバスですか。え、知らない？八坂ダムってブラックバス釣りで結構有名なんよ。え、そうなんですか。そう、大会が行われるぐらい。俺あの一回来たことある。八坂ダムのブラックバスって釣れとんよ、はい、釣りに来る人が多くて。じゃあもうそんじゃそこらの素人がやったとて釣れんかったね。そんな動きじゃダメだ。そうあとボート乗りながら釣るのもなんか一つの楽しみ方らしいよ。あ、いいですね。そう、あの辺にはねいそうじゃね、うん、次は錦帯橋に来ました、はい、もう山口といえば岩国といえば錦帯橋ですよね。間違いないです。もう岩国市って僕も広島県だと思ってますからね。私も思ってます、ね、絶対ここ本当に来るね。広島県民、免許取った人絶対来る。でこの川で水切りもする。ちょっと足つけたりもする。で多分もうこの先に行くけどソフトクリームも食べる。これ絶対お決まりコースなんですよ。定番のルートですね。行ってみましょう。僕この先のソフトクリーム案件一番楽しみにしたんだけどね。私もね、もう美味しいですよね。いやもう好き、絶対食べる。何種類でしたっけ。300とか。でもなんか結構あれよね、こうなんか行くたびに数増えてる、はい、あ確かにっていうイメージ。増えてますね。すごいよね、企業努力素晴らしいです。素晴らしいです。 CM 待ってます。一番食べたいのはクレオパトラです。あ、クレオパトラね、あれは美味しいです。絶対食べよう。間違いないやって決めました。どうする、せーので言う。はい、せーの、キャラメリゼラテ。ラムネ。はい、かぶってなかったんで。注文します。買いましたね。買いましたね。美味しそうです。美味しそうじゃない。なんかライチラムネ。ライチラムネです。ラムネ感強そうじゃない。ほぼラムネみたいな、ね、見た目してます。あそこのベンチで食べますか、はい、食べました。はい、いただきます。うん、美味しいです。めっちゃすっきりします。あーすね、あっさりっぽいね、うんうん。あ、後からライチ来ます。あ、後からライチ、うんうん、先ラムネ。先ラムネ。いただきます。うまうま、いただきました。これめっちゃうまいわ。やばいですか。うん、うま、うん、これ流行らせよ。行きましょう、流行を取りましょう、うん、うま。絶対流行らんみたいな。はい、はい、うん、おいしい、うん。
めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃうまそうな顔するもん。伝わってくる。うの里。うわ。わ。めっちゃおるじゃん。ペンギンに似てますよ。ほんまじゃ。すごい。日向ぼっこ中ですかね。いや確かに足元完全にペンギンじゃね。そうなんですよ。そっくりです。わ、目すごい綺麗です。すごい青じゃね。ロハス、ちょっとアイスコーヒーでも飲みましょう、はい、飲みましょう。わあ、すごい。あ、これはお先に座っていいかな。あら、わあ、え、こんにちは。こんにちは。いただいちゃってください、はい、いただきます。わあ、あったかい。ふうの顔がかわいい、ね、うん、おいしい。いいね、なんか雰囲気とすごいマッチしてるね。いいですね。じゃあ私も、はい、なんかあるよね、なんかこう作法がね、ありますよね。わかんないから一回戻します。大事です。あ、飲みやす。あ、ちょうどいいですか。めっちゃうまい。いいですね。うん、苦すぎず、うん、すごい飲みやすい、うん、こんなのが庭にあるってすごいおしゃれじゃない、うん、日本庭園みたいな。ねえ、いいですね。すごいね、素晴らしい。いい景色、いい景観ですね、うん、ですね。はい、やってきました。山賊です。すっごいいい匂いがします。で、歩いてたのが消えたんですけど、ここでお尻フリフリやってますね。ダイさん、ダイさん、そろそろ来てもらって。いや、山賊に来たら太鼓叩かないと。あ、ほらほらほら。あ、間違いないです。あれ、だいたい小学生がやりがち。でもね、ちょっと大人。いや、あれやらないと気が済まないですよ。すみません、ごめんなさい。ちゃんと伝えた？広島県民みんな大好き山賊。伝えました。来ました。来ました。それだけか。もっと愛を伝えてほしかった。そうですね。つい最近も来たばっかりですね。つい最近も来ました。でも早速、はい、山賊焼き、山賊焼き、山賊焼き食べに行きましょう。行きましょう。行こう行こう行こう。しゃあ、はい、いただきます。いただきます。いや、いいね、この個室で食べるのね。ですね。しかも掘りごたつね。最高じゃん。ただただ最高の。お召し上がりください。わーい、大好きです、これ。うわ、いただきます。いけ、かぶりつけ。あー、いいね。うん、いや、これはうまいよ、うん、めっちゃおいしいね。すごいこのね、甘い醤油だれがね、たまらんよね。ちょっとうどんいただいていいですか。はい、よいしょ。うわ、ちょっと取りすぎた。よいしょ、いただきます。うん、うん、うん、うまー。出汁がちょうどいいですよね、うん、いや、俺絶対頼むんよ、うどん、うん、めっちゃうまいっす。この3点セット、もう間違いない。めっちゃうまいっす。うまっ。おいしい。ちょっともう普通に食事じゃね。食事ですね、これは。このね、世界一食べるのが難しいおにぎり。難しいおにぎりを。しかもこれ、なんだったっけ、鮭、昆布、梅、おかかが確か入ってるよね。入ってます。うわ、どこから。パンパンですよ、これ。パンパン。すごい。え、ちょっとかぶりついていいですか。
ただきます。うん、うん、梅だ。うまっ。間違いないですか。うん、こっちは昆布です。あ、ほんと。やっぱ山賊来たらなんか山口来たなっていう感じがね、うん、するね。します。めっちゃうまい。いいですね、うん、この雰囲気も相まって。